ワンアウトランナー二塁という場面で新たネクストバッターサークルには金井。第1球インコース低めストライク、タイミング合いません。第2球流し打ち、ジャンピングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。パワフルズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で菊川。ネクストバッターサークルに控えているのは滑川。第2球投げた、これはいい当たりだ、いったー、入った入った、ホームラン、先制。パワフルズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で山岡。今日はファーストゴロとサードゴロ。投げた、真ん中にストライク。第3球低め外れてボール。第4球を投げた、ストライク。次は5球目投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、アウトです。一塁はさあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面、打った、これは強烈、入れば逆転、入った入った、ホームラン、逆転、スリーラン。パワフルズここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で松浦、投げました。第2球アウトローに送ってストライク。第3球をインコース低めストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。流し打ち、ファールボール。第5球ボール。第6球は打ちました、いい当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。パーフェクト。